だけ無収入だったあの頃、懐かしいな。そう、なんかみんながちょっと高いランチなどを食べてる時にさ、かなここで天下一品に行ったんだ。でさ、なんかどっちがおごる、おめえがおごる、いや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 、おめえがみたいなさ、なんか汚いさ、なすりつけ合いをしてさ、最終的にさ、おごってもらったんだったっけな。そんなこともありました。割り勘にしてもろてんの。割り勘あんましないんだよな、こういうことは。そう、計算がめんどくさいの。僕ね、割り勘をするってなった時に、例えばなんだけど、割り切れない時ない。1025円と1024円になりましたみたいな。そういう時にさ、いや、どっちでもいいよ。どっちでもいいけど、なんか、相手が例えば毎回毎回さ、25円の方払ってたらさ、なんか気にならん？自分が多い方払うばっかりだったら僕はあんま気にしないんだけど、相手が払ってばっかりで、なんか僕毎回さ少ない方やんとか思ってもやついてさ、ややこしいじゃん。別に割り勘って決めてんのにさ、どっちがおごるって感じになってる。会計分けんのもめんどくさいから、基本的にはだいたいこう交代でおごっているって感じ。でもその交代も雑。計算したらどっちかだけおごってるかもしんないしとかあるかもだけども、気にしないっていうことで。それは友人も僕も気にしないからいいんだけどね。そう、友人も僕も気にしないからできることなんですけど、そういう感じです。仲がいいからできること。そうだね、普通気になるからな。